会社が出発してとかやるんですけど、もう今日撮りませんでした。はい、まあ、ご飯からのスタートという感じで、まあ、当時ちょっとね別撮りで、しとるんで、まあ、それはまた違う動画で上がるか、もしくはもうこれが、もしかしたらこの動画の前に、ね、上がってるかもしれませんけど、まあ、そんな感じになっておりますってことで、スタートはここからです。ということで今日はね、使いたいのはシイタケ、ほうれん草をね今日買ってきとんですけど、ちょっと冷凍用ですね。今日週末でして、それ使うとね、またあの冷凍なんで、冷凍焼きしたいのもあれなんで、シイタケぐらいなと思って、シイタケ、あとはもうウインナー、これ残った豚肉ね、豚肉を使いたいと思います。もう肉なんで早めに使いながらやりたいと思います。凍ってる。で、これ使いましょう。これね、これいいっすよ、これね。魔法の粉よ。パラパラ。はい。醤油です。醤油。減塩ですね。これで終わりと思うでしょ、あなた。違いますよ。ここで使うのが、一回火を止めるんですよ、これが少し。そして、入れるのは、生わさびウェイ！これね、小指人差し指ぐらい入れるんですよ。これまずいと思うんですよ、なんけど。そしたら、かけへんのな、そういうで。大人の味に変えるんです。で、これ弱火でね、弱火で混ぜていく。まだ欲しかったな。これでビールの味にもなる。多分。よし、完成で行きましょう。混ぜとくか。
見て、いや手元見て、ご飯こぼしてしまった、あっつー、ちょっと処理します。もう最悪や、もうさっき言うとって、リスナーさんと喋っとって、ご飯粒もったいないことしたら、あのなんとかのなんとかや言うて、ご都合の魂なんとかみたいな感じで言うとって、先に最悪やわ、めっちゃテンション下がる、マジでもうなんなん、もうなんて日だ、マジで膝の上にねご飯入れたやつ置いといてね、で物を持って置き直しとった膝の上、あっつーってなってバーンやってしまった。あわ、おかずまで落とすとこやった、取ってあるある、取ってある、取って逆向き、使います。肉しいたけ、肉しいたけ丼にしようかな、どうにしようか、ちょっと待って、ね、ちょっと待って、ね、マジフライパンうるせえ、うん、元気が上がってるからいただきたいと思います。肉しいたけ、いただきます。うまっ、ありかなしかったらめっちゃあり、うん、うまっ、ぜひ試してください。まあなんとか晩ご飯分は残ったでいけるでしょう。うまっ、うん、はい、ということでこの後もゆっくり食べてられないんですけど、急いで食べて、今日は東京の多摩です、多摩やったかな、東京町田市っていうところに行きたいと思います。あとちょっとね京王道走るんで、まあ夜景とか撮れたらちょっと走りながらいろいろ喋りたいと思います。あ、とりあえず片付けて行ってきます。はい、おはようございます。はい、サムちゃんです。おはようございます。バタバタしてたんと、ちょっとねトラブルではないんですけど、あの電球がね、車内灯の電球わかります、あのルーム電球っていうのかな、ちょっと映そうかな、こんな感じで、これですね、この電球がね、じゃあね電気をね今つけてみます。ちょっとまあ外まだ明るいんですけど、今お昼なんで、これね、こんな感じで明るい、これ見て、こんなくらいね、まあ前からなんですけど、これね10分ぐらいしてやっと白くなる感じ、じわーっと、ほんでもうあんまりもね日本もかけないんで、まあ、ちょっと大変ということで、ちょっとね、新たにね、電球をねちょっともうあれなんで買ってきました。こんな感じで、ね、わかるかな、ちょっとあれか、で今型はね今開けてさっき調べて、ほんで電気屋さんちょうど行く道にあったんで買って、20型ね、でもこうクール、2種類あったんですけども、こっちは分からそうなんで、とりあえず買っていきましょう。まあ、型番全部合うやつで、ね、外してみたんで、とりあえずね、これまだこんだけよ、これがどんだけねいった明るくなるかね、ちょっと今から試してみたいと思います。これ多分ね、スパークレ1個前の方ね、今現行のやつあると思います、それの1個前の方ね、まあ電球タイプなんで、まあ、LED ではないんで、ね、ちょっとまたよかったらね、あの参考になればと思って、今回動画を作ってみます。よし、ではねちょっとカメラ前提でこんな感じで、なりますけど、ちょっとね外していきましょう。ちょっとこれ電気マスクしましょうか。でもうちょっとネジを外しとんです、さっきのあの角に、あぶ爪が折れるとか、こっちこういう感じで、ね、爪が取れるとかって、うん、よし、でね、かまらずね部分があるので気をつけてください。で電球これね、ちょっと覚えておいて、
簡単にこんな感じの電球です。多分切れてるね。切れてるね。からから言うとね。電球変えましょうか。で、明るくはなるはず。うん、でね、向きもね、決まって、ね、同じようなつもりで、ね、向きちゃんと壊して。簡単なんでね、取り付けて。ちゃうわ、全然ちゃう、そら切れてるわな。ということで電球ね、変えてみました。あとはよし、 OK、 これで、ネジはね、締めていきましょう。まあ、実質変えるのはね電球簡単なんですけど、やっぱり切れてるのとね弱るするんで、電球自体は簡単なんで、こんな感じで。このカバーどこ行った？あったあった。ちゃんと部品見なくないよ。よいしょ。完璧ですね。OK ですね。はい。ということで、こんだけ変わります。うわ。よいしょ。はい、じゃあね、電球もう一回つけてみましょう。もうこれまたあのあれやったら左と右みたいな、ね、使用前と使用後とこんな感じで全然違うってことね。こんだけ明るくなるんやったらあれやね、あのなんやろ、僕ねちょっとある商品をね買ってきたんです。2種類ほど、昨日ねちょっとそんなんも合わせてね、ちょっと商品紹介みたいな感じで今回この動画を作らせていただこうと思っております。はい、あともう一種類ね、ちょっとやりたいと思います。もう一種類ね、ちょっと何かというとこれですわ。これ見えるかな、ここに見えますか、アルミロールテーブルコンパクトスっていうことでね、まあ絵で言うとこんな感じです。こんな感じやったらね、本日買ってきました。これね、どこのメーカーかな、これ値段1800円、2000円ぐらいですね。2000円ぐらいのやつで、これなんていうメーカーかな、わからん。なんていうメーカーかわからんけど、カピタインステング、わからん。カピタインステング、もう鹿のね、鹿か、なんかありますけど、いう感じでね、はい、ありますけど、これね、これを買ってきました。で、前使ったあのテーブルはもうグラグラ、もう100均なんで、あのほんといいやつをね、買ってきました。ちょっと ね、今、実は開けてるんですけども、コンパクトかってね、見てください。実はね、これ、すごいでしょ。厚みこんだけ。もう長さ約こんだけですよ。で、重さ 700g。もう、ね、1キロないんですよ。700g めっちゃ軽い。もうもちろんアルミやしね。何がすごいって見てよ。いきますよ。自由自在ね、すごいじゃん、ね。まあスノコみたいな感じでこうやって置いとけますし、でこれ中の裏見てもらったらこんな感じで、今これロックしちゃうんですけど、これがねすごいですよ、ね。何がすごいって、すごいすごいけど何がすごいって、こうするでしょ。ちょこの状態で開けるんですけど、これでテーブルなんですよね。まあ、この状態、この状態でテーブル。これやばいっしょ、この状態で言うんですか。で、これで置いといたら、ほら、この状態でね、この状態で置いたらテーブル、そのまま寝かした状態。で、使うときに起こしたら、これだけ便利じゃないですか。すごいでしょ。こういう感じで、ローテーブル。これでちょうどね、ご飯やる位置も良くなると思います。はい。で、これやるんで、なんかこう入れて、つっとくこともできますね。本当に便利。キャンプ用に本当にもってこいなんで、
ちょっとしたね、感じでいけると思いますので、またよかったらキャンプ用品のとこに多分あると思うんで、ぜひね行ってみてはいかがでしょうか。ということで本日商品2個目、そしてもう一つこれを買ってきました。じゃじゃん。これはね、電気屋さんで売ってますね。今結構有名なんですけど、ミニ三脚はないんですけど、値段1430円、約1500円のリーズナブルですね。これも結構明るいね。結構明るい。ちょっと一回試しにつけてみましょう。実質どんだけ明るいか。これはスイッチリモコン式です。リモコンがあるんで、これでね、やってみよう。まずは、つけましょう。オン。ね、で、これ。今、マイナス。これか。これでこんだけ明るいです。で、もちろんこれね、すごいのが、色が変わる。3段階ね、いろいろ色変えれるところ、すごい夜になったら明るいと思うんで、ご飯作る時とかね結構暗かったんで、前暗かったんでこの上の電球が暗かったんですけど、まあ、それに合わせてね、やっぱり光加減って大事なんで、はい、ご飯作ってると大事なんで、はい、僕の顔も大事ですけど、はい、イケメンになるかどうか分かりませんけど、ぜひとも、ね、これも使ってみる、まあリーズナブルで安いで、三脚とかはもう普通に100均とかで売ってるんで、それでいいと思います。高いの買わなくていいと思うんで、はい、そういうのをね、ちょっと利用しながら、組み立てながら撮っていきたいと思います。ということで、本日紹介がこれと、これの紹介でした。まあ、これをね、動画をつけて、一本動画として、ギュッとするような感じになると思います。またよかったらね、買ってみてはいかがでしょうか。ぜひとも、トラック活用術ってことで、トラックをよく快適にしましょう。ってことは、またいろいろ動画上げていきます。またね。次の動画はすごいことが起きるから、またね。ぜひ見てよ。